皆さんこんにちは、個別指導塾キャスター塾長の小林です。中橋です。はい、今回は共通テスト2日目ということで、中橋さん、はい、大変お疲れ様でございました。ありがとうございます。はい、この動画ではですね、昨日の英語国語に続き数学 1A2B、こちらを一挙にですね、まあ、動画で公表していきたいと思います。はい、まあ、やっぱりね、数学も相当事前ではこう議論というか、うん、どうなるんだっていうふうにあった感じですけれども、はい、まあ、受験された皆さんいかがだったでしょうか。まあ、一応ですね、今日はまず数 1A の全体を話して、それぞれの大問別の話をして、その後数 2B の話をして、また数 2B の大問別の話をしていきたいと思います。でそれぞれで過去の平均点と比べてどうなるのかってことも考察していきたいと思います。はい、じゃあまず最初に数 1A ですね。はい、まずこちらですね、いろいろとこう予想もあったりとか、はい、予想問題集とかだといろいろこう変化があったんですけど、そうですね、まあ、大きな面で言うと、まあ、大きな、なんていうんですかね、変化はまあないというか、大問の数とか配点には変化がなかったということですね。はい、ただ、まあ、文章の量は結構増えているということで、そうですね、まあ後で出てきますけど、短距離走の問題とか、はい、ああいったものは結構読む量が増えてたので、まあ、おそらく皆さんもその予想問題集とかで、まあ、こんぐらい出てもおかしくないって感じてたかもしれないですけど、でもやっぱりね、本番になると焦った人もいたのかなというふうには思いますね。はい、なんかページ数でいうと、7、8ページぐらい増えたらしいですよ。いや、そうですね、分厚いなと思ったんですよね、来た瞬間に。はい、来た瞬間からね、はい、多分やべって思ってた人もいたかもしれないですね。はい、で一方で、なくなった範囲もあるということで。はい、なんか必要十分条件とかの、まあ、必要条件、十分条件の問題って必ず出てたと思うんですけども、あそこはなくなりましたし、それ以外にも、まあ、あれの代わりに出ることがあった、まあ、集合の範囲っていうのも、まあ、今回は出なかったっていう形ですね。そうですね。でさらにその計算もそのゴリゴリただやるだけではなくて、こう式を自分で立てるっていう問題が結構出てたみたいで、はい、まあなんですかね、結構実力差が出やすい部分もあるかなというふうには感じましたね。はい、時間的にはどうでしたか。まあ、時間的余裕は個人的にはない方が多いんじゃないかなっていうのを感じましたね。まだその分ちょっと難しくなったかなっていう部分。そうですね、はい、一応今の時点で、東進さんの方では難科というふうに出てます。うん、で駿台ベネシアさんの方では昨年並みと出てて、足並み揃ってない感があるんですけど、うん、まあ、一応まあ話を聞いたり、まあ、問題見ている限りは、まあ、まあ難しくはなってるなと。まあ、それがまあいわゆる難科なのか、やや難科なのか、超難科なのかわからないんで、一旦まあ我々のスタンスとしてはやや難ぐらいにまあ置いときますけど、まあ、去年よりはむずいなっていう感覚は合ってると思います。はい、はい、それぞれ個別の問題いってみましょう。まず最初、大問1の1ですね。こちら行ってみましょう。はい、まあ、1の1はかなり標準的な方程式の問題だと思います。なので、まあ、確実に取ってほしい問題でしたね、今回は。そうですね、はい、まあ、ここから着手した生徒さんも多かったと思うので、はい、まあ、ここでね、まずちょっとこう勢いをつけるというか、うん、まあ、そういうふうな問題にしていただけたらなというふうに思いますね。はい、次ですね、大問1の2番ですね。はい、で1の2はですね、まあ、三角比の問題になってまして、まあ、少し、まあ、ちょっととっつきづらいという、ところを感じた方も多かったんじゃないかなというのを思います。うん、で、まあ、ただですね、結構難関大とかを受ける方だと一度は見たことのあるような題材だったんじゃないかなとは思います。うんうんうん、そうですね、これ計算で結構押すことも一応可能ではありますか。はい、そうですね、まあ、ゴリ押すことも可能なんですけど、多分ゴリ押しちゃった人はもう間に合わなかったんじゃないかなと思いますね。そうですね、なので、はい、まあ、場合によってはここ飛ばすっていう風にした人もいたかもしれないですね。はい、そうですね、まあ、まあ、もちろん気づけばね、解ける問題だったと思うんですけども、はい、まあ、やっぱり本番の緊張感とかね、うん、この共通テストっていうプレッシャーの中で、まあ、どこまでできたかというところで、まあ、下がってた問題かもしれません。そうですね、あとやっぱり、まあ、三角比の問題なのに結局題材が結構三平方の定理だったりするので、そういったところで結構その分野を横断することが難しかった方もいたかもしれないですね。そうですね、ありがとうございます。じゃあ次、大問2で、まず1番ですね。はい、これがまさに話題になったですね、短距離走の問題ですね。はい、はい、まさに絵がもう、まあ、絵がいるのかどうかっていうのは個人的にちょっとまあ微妙な感じはしますけど、そうですね、別に説明文でまあ分かるんじゃないかと思いましたけど、はい、はい、まあまあ、あることでイメージは湧きますかね、少しは。まあ、あんま関係ない気もしますけど。まあでも、ないよりはちょっと楽かもしれないですけどね。なんかその、僕の勝手な推測なんですけど、はい、共通テストイコール、そのイラスト図表みたいな、うんうん、そういう傾向があるって思い込みすぎて、なんか作る側も無理やりこれ絵入れたんじゃないかみたいな。まあそういうところちょっと僕も否定はしきれないですね。そうですね。この絵から何かヒントとか、なんかプラスアルファないですよね。ないですね。はい、まあ、ちょっと話逸れちゃったんですけど、まあ、こちら問題の内容としてはいかがでしたか。あ、問題の内容としてはですね、文章がめちゃくちゃ長いっていうのが、まあ、とにかくポイントなんですけれども、ただですね、その、ま、流れに乗っていければ
しっかり、まあ、基本的にはそんなに難しいところは一切ない問題でしたので、うん、まあ、どちらかというと読解力が問われている部分の方が大きかったのかなって感じますね、うん、そうですね、やっぱりボリュームが多いので、まあ、どこまで行くのっていうので結構まあ不安になっちゃった生徒さんもいるかもしれないですけど、まあ、一問一問ね見ていくと、まあ、必ずしもまあむずいというわけではなかったんじゃないかなとは思います。はい、はい、じゃあ次2番の2ですね。こちらまあ統計の内容になっていますけれども、はい、こちらもねボリューム結構多いですね。そうですね、まあ、かなりボリュームはある方だなと思うんですけれども、ただですね、まあ、そんなに難易度としては高くはなかったかなというのは個人的な意見ですね。どうですか、どうですか、計算の部分とかがあんまりなかったように感じたんですけど。そうですね、計算っていう部分はもうほぼなかった、全くなかったって言ってもいいぐらいかなとは思います。もちろん、まあ、中央値を見たりとか、あとは四分位数見たりとか、若干はまあなくはないんですけれども、まあ、ほぼなかったって言っていい、まあ、数字を答えるものは実際なかったですね。そうですね、実際に、まあ、結構選択肢を選んでいくみたいな形の問題とかもあったので、まあ、解きやすかった人にとっては解きやすかったのかなっていう印象ですね。はい、はい、でここから大問345なんですけれども、はい、大問3が条件付き確率、大問4が場合の数ですかね。はい、はい、で大問5が、図形問題ですかね。はい、はい、あ、大問4、ごめんなさい、整数ですね。そうですね、はい、ごめんなさい、失礼しました。でこの3つからまあ2つ選ぶと、まあ、受けた方はまあ当たり前で知ってると思うんですけども、はい、なので一応今回3、4、5全部一応公表という形で話はしていきたいと思います。はい、まさしの条件付き確率の問題いかがでしたか。そうですね、見た目はですねちょっとギョッとした方も多かったんじゃないかなと思います。まあ、いきなり右下にですね3桁分の3桁があったりして確かにこの世相立ちつては結構ビビりますね。そうなんですよ、僕もですね終わった後周囲を見回したらですね結構多分大門さんを選ばなかった方も多かったんじゃないかなっていうのは感じました。ただですね実際は考えるところはほぼなくて、うん、まあ、作業のような問題でしたね。で特にしかもこの、まあ、条件付き確率に対する理解が深い方っていうのは、うん、計算量もそれほどではなくて、まあ、比較的解きやすい問題だったんじゃないかなと思います。はいはい、ただまあ理解が深くなくても普通にそのまま進んでいっても計算量としてはまあちょっと多めぐらいで、うん、まあ、そこまで大変な問題ではなかったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、まあ、そうですね、そこまで難しくないかなというところで、はい、まあ、ここ選んで普通にこなした人もいたと思いますし、はい、まあ、時間的に余裕があれば普通にね、力技というか解くこともできたかなと印象ですね。はい、はい、じゃあ次に整数ですね。はい、で、まあ、今回 その選択問題の中では一番簡単な問題だったかなというのは正直思います。うん、で、まあ、整数の問題ではあるんですけれども場合の数の要素が一部感じられる問題になっていました。うん、でですね、まあ、前半の特にその、まあ、見開き 1,2 ページに関しては、まあ、非常に簡単な問題で、うん、問題だったかなっていうのは思ってます。まあ、一次不等方程式とかが解ければ、まあ、全く問題ない問題だったと思います。で、まあ、2枚目の、まあ、56ページのカッコ4とかに関しては、まあ、若干難しいというふうに感じた方もいたかもしれないんですけれども、しっかり工夫をしておいていただければ、かなり簡単な問題に変わったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後ですね、大問5ですね、図形問題ですね。そうですね、この問題は結構苦労された方が多いんじゃないかなと思います。この3つの3、4日本語の中ではどうですか、一番難しそうですか。そうですね、僕も実際3、4、5全部解いてみたんですけれども、はい、5はちょっと難しかったなと思いました。で、まあ、円を使った図形の問題なんですけれども、まあ、ちょっと途中中盤ぐらいから図がかなり複雑になってくるんですよね。で、おそらくなんですけどここに来てる時点で、まあ、僕ももう5問目だったので、うん、そうだったんですけど時間がないんですよ。はい、中井さん、その時間に5問目行こうとしてるからね、それはね。なんですけど、まあ、時間がないんで、うん、めちゃくちゃ焦ってた方も多いと思うんですよね。なので、そうすると結構図とかが適当になってしまうと気づけない部分っていうのが大きかったので、うん、まあ、そういったところで苦労された方は多いんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、というわけで1位の試験中に全部一応やろうとした解こうとしたという形でしたけれども、はい、まあ、でも難易度的に全体通じてみると、まあ、どうかという話なんですが、うん、はい、まあ、ちょっと今ここにですね過去5年間の平均点を出してもらっております。うん、まあ、去年はね難しくなったというふうに言われていまして、うん、一昨年の2019年の 59.68 点から、まあ、実際 51.88 点に、まあ、下がったという感じになっています。うん、まあ、その前を見ると、まあ、大体60点ぐらいで推移しつつ2016年は55点みたいな形で、まあ、まさにセンターで、まあ、6割狙ってこう使われていたっていうのが、まあ、すごく分かってで去年ちょっと新傾向が出てきたというところなんですけれども、今年は去年と比べてやっぱちょっと難しめですかね。
そうですね、まあ、ちょっと難しめだなとは思うんですけれども、去年は想像だにしていなかった傾向が出たというところで、うんうん、まあ、苦労された方が多かったんじゃないかなと思うんです。確かに。で、今年に関しては確かに問題としては去年より僕は難しかったなというふうに感じるんですけれども、うんうん、この傾向に対する準備ができたかってた方っていうのも多かったと思うんですよね。そうですね、なんかこう英語みたいに予想よりこうボリュームが格段に増えたとか、はい、まあ、そういう形ではないので、うん、まあ、予想の範囲の中でちょっと難かったなみたいな、そうですね、まあ、そんな感覚ですかね、はい、まあ、そうすると、まあ、平均点がまあめちゃくちゃ下がるってことはおそらくないんじゃないかと、そうですね、はい、はい、思うんですけれども、まあ、難しいですがどのぐらいですかね、50切るかどうかみたいな、まあ、そうですね、まあ、去年と同水準で、まあ、ちょっと下にぶれるんじゃないかなと思いつつ上にぶれてもちょっと全然おかしくはないかなっていう感じですかね。そうですね、はい、問題の質は確かに、ね、今年は難しかったんですけど、はい、去年は結構こう不意打ちみたいな、そうですね、出し方をされて平均点が下がっていたんで、一方今年は不意打ちではなかったので、うん、まあ、そういう意味で言うと、まあ、同じぐらいか、まあ、ちょっと下がる可能性もあるかなぐらいですかね、はい、うん、まあ、ただやっぱりインターネットの声を見ていてもちょっと難しかったって言ってる人もいたので、うん、いてますし、まあ、いくら予想ができたといってもやっぱりこう受験生何十万人っていますので、うん、まあ、皆さんが全員、ね、対策できてるかっていうと、まあ、必ずしもそうではないの で、平均で言うと、うん、まあまあって感じですかね。ただ、まあ、はい、かなりこう上位層というか、まあ、得意な方は、まあ、ちゃんと問題選択問題も選んで一個一個見ていけばそんなに難しい問題があったわけではないので、うん、まあ、高得点取った人も多かった印象ですよね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。では次にですね、数学 2B に移りたいと思います。まず数学 2B についても、形式ですね、まあ、選択問題の数とか大問の数については昨年と同じでした。で、選択形式の問題がですね、24問あったということで、うん、去年よりだいぶこれ増えたんですね、 2B では。そうですね、はい、受けててどうですか？いや、びっくりしましたね。その計算して数を入れるというよりも、うんうんうん、本当に、まあ、選んで入れるっていう形だったので、そうですね、はい、逆にその計算力に自信がない方は、まあ、楽に感じた方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、そうですね。あとは、まあ、1A と同じくですね、理式したりとかグラフ図形傾向っていうのが、まあ、あったなというところはございます。で、まあ、当然またこちらもボリュームがその、まあ、いろいろ、ね、選ばせるものもあるので増えていまして、まあ、10から12ページぐらいだったものが14から16ページに増えているという状況ですね。はい。で、難易度なんですけど、これ結構難しいなと思ってまして。いや、そうなんですよね、はい、はい、まあ、計算の処理自体は減ったじゃないですか。そうですね。なので、その今まで 2B が計算時間とか、まあ、特にスピードやっぱ間に合わない人多かったわけですよね、うん、特にこう積分の問題とかどうしても最後の最後までいけないみたいな人って多かったと思うんですけど、ただ今年はちょっとそこがだいぶ欠落してからなかったので、そういう人にとってはなんかあれ意外といけたかみたいな。そうですね、うん、っていう子もいるんじゃないかと思うんですよね。そうですね、まあ、例年でいうと、まあ、8割とか、まあ、もしくは7割後半ぐらい取れた方にとっては、うん、なんか9割とか目指せるすごく簡単というか楽なテストになった可能性はあると思うんですよね。そうですね。ただやっぱり基礎的な理解がちょっとできていない生徒さんだったりとか、はい、そもそもちょっと、まあ、形式の変化に戸惑っちゃった人にとってはなんじゃこれってなって、まあ、若干点数下がっちゃった子もいるかもしれないっていう感じですかね。そうですね、はいはい、一応の塾の方で見てみましたら、東進さんはですね、難科というふうに出していました。そうですね、これ何かかと僕は感じましたけどね、はい、で、駿台ペネッセさんの方では、撮影時点、僕が調査した時点ではまだちょっとそれが出てなかったので、まあ、分からないという形になっているんですけれども、まあ、我々のスタンスとしてはどうですかね。うん、まあ、昨年よりちょっとと解きやすくなったって感じですか、中井さんとしては。そうですね、僕としてはやっぱりやや、まあ、以下の傾向にあるんじゃないかなとは思うんですけれども、うん、かなりその受験者のレベルによってその感じ方が変わったテストではあったんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね。なのでちょっと全体として何点かちょっと言いづらいですね、まあ、一応最後、はい、平均点見ながら考察をしていきたいと思います。はい、ではそれぞれまず大問を見ていきましょう。まず1ですね、大問1の1ですね、三角関数の問題ですね。こちら難易度はどうでしたか。はい、難易度としては標準的な問題だったと思います。うん、ただですね、まあ、テーマが合成で、しかも、うん、普段合成といえばサインにまとめると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、コサインにまとめるっていう形で、まあ、見たことない方が非常に多かったんじゃないかなというふうに思うんですね、うん、まあ、そういうところで言うと、まあ、合成って基本的に受験生苦手ですし、うん、まあ、難しいなって、やりづらいなって感じた方は多かったかもしれないですね。なるほど。次の1番の2はどうでしたか。はい、1番の2は、まあ、対数の問題になってるんですけれども、僕としては、まあ、やや難しかったんじゃないかなというふうに感じています。うん、なるほど。で、まあ、ただですね、上位層に関しては、この系統の問題1回は見たことあると思うんですよね。うん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 。で、まあ、こちらもですね、まあ、立式タイプの問題でしたので、まあ、そういったところで最後の問題難しいと方、感じた方は多いと思います。
はい、ただですね、左側に関しては結構簡単な問題もたくさんあったので、うんうん、まあ、そこは確実に取っておいてほしかったなというふうに感じますね。なるほど、まあ、ちょっと取り組みにくさはあるけど、まあ、確実に部分点は取れそうだなって感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次にですね、まあ、問題の微積なんですけれども、はい、まあ、今回まず総じて微積に関してちょっと僕も問題でびっくりしたんですけど、積分が ないですよね、ほぼ。そうなんです。一応一回積分するところあるんですけど、はい、ここ一応公式に当てはめてもパパッとできちゃうようなところなので、はい、まあ、ほぼ積分というかインテグラルを書かなかった人もいるんじゃないかぐらいのレベルですね。そうですよね、はい、それこそ過去のセンターだとここの積分の最後がぐちゃぐちゃになって結構難しい答えになってっていうのが、はい、まあ、伝統ではありましたけど、そうですね、そもそもあれこれで終わりみたいな、はい、感じでしたね。おそらくその簡単というように感じている方はその微積が簡単だったというニュアンスだとは思うんですよね、うん、はい。で、まあ、こちらに関してはもう本当に計算量は過去数年見たことないぐらい少なかったです。で、まあ、グラフの形とかに関しては正直まあ見慣れてない方もいらっしゃったかもしれなくて、うんうんうん、まあ、そういう方は難しいというふうに感じたかもしれないんですけれども、ある一定以上のレベルにいた方にとっては毎回しっかりグラフ書いてると思いますので、うん、まあ、非常に簡単に感じられた、まあ、時間がかからなかったという方も多かったんじゃないかなと思います。そうですね、これどうですか、中橋さん解いててどれぐらいで解きました、はい、僕5分ぐらいで終わったんですけど、はい、なんか楽勝かと思って最初、はいはいはい、なんかあれページ間違ってないよなと思って、はいはい、これで終わりかなって思いましたね。次にね、なんかね、 あってもおかしくないようなイメージですよね、これね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。で、次大門さんが一応こちら統計なので、はい、まあ、我々ちょっとそれは扱っていないので、はい、飛ばさせていただくという形になって、まあ、おそらく多くの受験生の方も3飛ばして、4番の数列と5番のベクトルを解いたと思いますので、そちらの解説をしたいと思います、はい、で、まず最初に数列ですね。こちら難易度はどうでしたか。はい、やや簡単だったんじゃないかなというふうに考えています、まあ、題材というのは、まあ、少し複雑な題材にはなってるんですけれども、流れに乗っていけば楽に満点が取れたという方も多いんじゃないかなというふうに感じています。で、普段はですね、数列最後の方に、まあ、これも煩雑な計算でも難しいなっていうところがあるんですけど、そういった計算がなくてですね、うん、代入さえしてしまえばすぐ終わるようなところが、うん、ありました。まあ、基本的にはまあ先ほど微積もまあ簡単だったというふうに感じた方がいて、まあ、それで言ってるんじゃないかっていうのも言ってたんですが、まあ、おそらくその数列に関しても同じような意見を持った方が多かったんじゃないかなというふうには思っています。まあ、やっぱり数列もまあ積分もそうなんですけど、はい、特に数列はやっぱり受験生でも数列苦手っていう人は結構多いじゃないですか、うん、そうですね、その人たちにとってこの問題だったので、うん、まあ、逆にちょっと取り組みやすさもあったんじゃないかなって個人的には思いますね。そうですね、はい、はい。じゃあ次5番ですね、はい、ベクトルなんですけれども、一応これは平面なんですかね、これはベクトルの、まあ、考え方としては僕的にはこれは平面ベクトルの問題だというふうに捉えています。なるほど。ただ一応、まあ、図形としては立体図形を用いているっていう、まあ、ちょっと謎の問題なんですけれども、はい、書いてありますからね、はい。まあ、ただ、まあ、先ほど申し上げた通り平面的にしか、まあ、見なくて、まあ、済んでしまうっていうところで、うん、逆にそういうところに、まあ、頭を切り替えられなかった方はものすごく難しいと感じてしまった可能性はあるかなと思います、うん、ただ、まあ、総じて、まあ、標準的なレベルの問題だったかなと思います。まあ、題材としてはですね、まあ、結構複雑な図形を使っているので、うん、本来であれば難しいはずですし、まあ、二次試験とかで扱われたら多分まあかなり上位校で出るような問題なんですけれども、うん、まあ、式がかなり書かれていて、まあ、難しい分ヒントがめちゃくちゃあるので、はい、まあ、ちょっとまあ考えれば分かることっていうのが多かったんじゃないかなと思います。計算量もそれほど多くはなかったですね。ありがとうございます。なので、まあ、総じてみると、まあ、数列とかベクトルとかも、まあ、ちょっと 見かけ倒しって言っちゃうとまあ、 あれかもしれないですけど、うん、まあ、そういう感じもあったし、はい、まあ、積分も多分ビビってた人多かったと思うんだけど、まあ、そこまでじゃなかったってことで、うん、やっぱ全体見ると、まあ、解きやすかった人も多かったのかなっていう印象ですかね。そうですね、はい、はい。で、一応去年までの、平均点ですね、こちら今ここに出しております。2020年は49点という形でした。2019年からは少し難しくなって53から49になったんですけど、それ以前もだいたい5割で推移していまして、51点、52点、47点という感じになっております。まあ、これを見ると個人的にはですけど、うん、50点超えそうな気がするんですよね。そうですね、ちょうど僕も50点ぐらいになってくるんじゃないかなと思ってますね、うん、なんか今まで僕の考えなんですけど、はい、去年もまあ
去年は 1A も 2B も難関はしましたけど、特にやっぱ 1A が難しかったじゃないですか。そうですね。でそれってまあよく言われたのが、共通テストに向けて平均点を半分にこう調整しに行ったみたいな、うん、とか、まあそういう形式をちょっとこう前出ししたみたいに言われてるんですけども、うん、その意味で言うと 2B はあくまでこうちょっと難易度は同じぐらいか、まあ、ちょっと今年若干簡単だったって子もいるかもしれないですけど、まあ、それぐらいにして 1A を難しくすることで、やっぱその共通テストってこう平均点も半分を目指しているの で、 そうですね、そういう試験にちょっとこう持ってできたのかなっていう印象が、僕もそうですね、結局のところ、はい、まあ、平均点50点に持っていけばいいっていう目標のテストなので、まあ先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、1A も 2B も50点に合わせてきたんじゃないかなっていう感じですね。そうですね。あとこれがまあ正直どこまであれかなんですけど、結構数学 2B って履修の問題が結構あるじゃないですか。そうですね。でやっぱりあの今年度はまあ、コロナの影響とかで学校に行けなかった生徒さんもいるので、うん、まあ、1A が終わってないって人はあんまりいないと思うんだけど、うん、やっぱ 2B に関しては若干そこの配慮的な部分があったのかなかったのか、まあ、もしかしたらちょっとあったかもしれないですね、はい、まあ、ちょっと、まあ、積分がこんだけ少ないとかは、はい、はい、あのだし、まあ、ただいつねこの試験問題作ってるか厳密に僕らは知らないので、うん、はい、あの適当なことは言えないんですけども、ただ、まあ、1A と 2B の多分平均点がこれからまあ大体こう同じぐらいになるように作られていくんじゃなかろうかと。そうですね、まあ、2B に関してはセンター試験のレベルでもうすでに難しいというふうに言われていたの で、 で、はい、まあ、多分この傾向は続くのかなって今のところ思いますよね。そうですね、はい、あの今までなぜか 2B だけなんかこう50点狙いで作られてて、 1A とか他の英語とかの科目は6割狙いで作られてて、なんでだろうなとはみんな多分思ってたと思うんですけど、 そうですね、まあ、そこがちょっとまあ調整が入ったというような印象ですかね。はい、はい、ありがとうございます。というわけで一応ね数学 1A と 2B の、 あの公表をさせていただきました。でこの後、また別の動画でですね、あの共通テスト全体のね、あの公表とか所感についてお話ししますので、そちらもご覧ください。で、まあ、ちょっと数学に関しては、まあ、1A は、ちょっとまあ難しかったかもしれないですけども、2B はちょっと取れたという形で、うん、まあ、全体で見るとどうですかね、トントンか、ちょっとむずいぐらい。ちょっとむずいぐらいかなと個人的に思いますね。ですね。はい、まあ、全体見てなんかゴリゴリって感じではちょっと違うかなっていう印象が個人的にはありますので、うん、そうですね、はい、まあ、ちょっとね、あの、これから自己採点の目安にもしてみていただければと思います。はい、というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。